したい。甘いわね。今私がもしその気だったら、あなた3回は死んでるわよ。いきなり登場して随分と穏やかじゃないことを言うね。誰なんだいあんた。ガンホーガンズ、レガートの仲間か。そう思ってもらって構わないわ。ガンホーガンズの2、ドミニク・ザ・サイクロプス。やったのはあんたか。ええ、そうよ。人を物のように扱って私腹を肥やしていたクズどもをばらしただけよ。いわば大掃除ね。どう、少しは安心した？はあ、だからさ、そういう生きてていいやつとかそうでないやつとか、そういうのをてめえ勝手に決めんじゃねえっつうの。はたくぞ。ちなみに俺がその気なら、今の会話中君は5回は父を揉まれていた。さあどうする、やるかい？当然。ベッドを吊り上げたのはあなたよ。手札を伏せたまま降りるつもりはないわ。やめろ、俺は君を傷つけたくない。のんきなもんね。いかに単純な戦いしかしてこなかったか分かるってもんだわ。単なるクイックドローで生き延びるのも今日で終わりよ。あっ、チェックメイト。面白い。何者なんだあんた。人間技とは思えない。予想のつかない男ね。割と好きよそういうの。そりゃこっちのセリフだって。仙人みたいに移動しやがって。私の攻撃を2度もかわしたことは褒めてあげるわ。でもどこまで持つかしら。チャンスがあったらいつだって打ってきていいのよ。言うだけのことはある。だが相手の持っているカードは機動力だ。仕留める。何としても。見ろ。見ろ。見ろ。奴は動く。その時を見逃すな。自信たっぷりね。でも多分ダメよ。言ったでしょ？どんなに早くても私には勝てない。てめえ。デタラメな男ね。この私に3度も外させるとは。デタラメ？どっちがだよ。感覚を総動員しても駒落としにも見えない。なぜだ、なぜこうも早く動ける。さっきはまさか。いいかしら、そろそろ幕を引かせてもらうわ。諦めたの？それとも古代武術の真似事？はあはあ、まさか。ありえない、ありえない。催眠効果で相手の知覚を麻痺させる。それがあんたの持っているカードの正体だ。デイモンズ・アイは
たとえ目を閉じていても五感に影響するはず。なのにまさか意識を痛みに集中させてそれでデイモンズアイから逃れたというの？ふざけないで。そんなことが人間にできるわけない。俺の勝ちだな。君が掃除するのは人じゃない、好きな男の部屋のはずだ。例えば僕のような。なんて。あれバシさん。あ、女性になんてことするの、このケダモノ。こんな時にボケるか。普通大丈夫ですか。君もだ。君も覚えてなさい、バッシュ・ザ・スタンピード。今度はドレスを着てくれると嬉しいな。